この時間はオン・ザ・ソファー。4月27日から全国で随時公開される幸福の科学初のドキュメンタリー映画、心に寄り添う。映画の中でカメラが向けられている活動をご紹介します。今日は不登校児支援スクールネバーマインドについて。ネバーマインドは全国で展開、具体的には仏法真理による心の教育、学業、体力づくり、友達との交流などの支援をし、保護者には通信制のプログラムも実施しているそうです。再び学校に行けるようになる再登校率は 96% ということです。それでは不登校児支援スクールネバーマインドのアドバイザーでいらっしゃいます木俣翔子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんとちょっと共有したいのは、今のこの不登校の原因とか、解決のポイントのところお願いします。はい、私たち親世代は昔登校拒否って言ったと思うんです。はいはい、ところが今不登校っていうふうにみんな言ってるんですが、これは昔はね、学校を休むっていうのはこうサボっているイメージがあったと思うんですね。はい、だから私たち親世代が子供が行かなくなった時にまず言うことは、学校は行くもんだ、嫌なことがあっても我慢しなさいって言うんですが、子供はてこでも動かない、で親や大人たちはどうして学校行かないのかというのが気持ちがわからないっていうのが現状なんです。この認識の違いが解決を難しくしているんだと私は感じています。なぜ今の子は学校に行けない、行かないでしょうか。実は今の不登校の子どもたちの心の中にあるのは強い劣等感と、それと恐怖心なんです。怖くて教室に入れない、これが今の現実なんですね。自信がない、怖くて学校へ行けない、そういう子たちに私たちがまず初めにすることは、子どもたちの心に寄り添い、その気持ちを理解すること、それからあなたは仏の子なんだ、素晴らしい武将を持っているんだということを伝え、その子の素晴らしさを発見し伸ばしていこうって強く願うことなんです。ね、学校に行けない原因もいろいろあるということが映画心に寄り添うで私も勉強になりました。まず心に寄り添うってことなんですね、映画の通りですけれども。はい、わかりました。この実態まだまだ知らない方多いと思うんですけれども、木俣さんの方からリスナーの方へメッセージをお願いします。それから悩んでいる方、今まさにその方のために連絡先もわかるようにご案内をお願いいたします。はい、はい、不登校は必ず解決できます。心が成長することで子どもたちは大きく変わっていきます。そしてこの体験は必ず人生に大きな実りをもたらしていきます。どうぞ希望を持ってください。私たちはそのお手伝いをしたいと心から願っています。ネバーマインドのホームページがあります。はい、ここに連絡方法が記載されています。また全国にネバーマインドの相談員というのがおりまして、相談をお受けしています。ぜひお近くの幸福の科学の支部や商社サクセスナンバーワンにもお問い合わせください。はい、ありがとうございます。不登校児支援スクールネバーマインドアドバイザーの木俣翔子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ネバーマインドの子どもたちや親御さんの姿を追った映画心に寄り添う、こちらは4月27日から全国の幸福の科学支部や商社で、また5月5日から11日までの期間はヒューマントラストシネマ渋谷、シネリーブル梅田でも公開されます。来週の天使のモーニングコールはこの映画に関連した内容をお届けします。そして出演されているアリープロダクションの女優木島凛さんにもお話を伺います。